山佐地区若株式会社は、愛知県豊橋市に、本社のある、ちくわをはじめとした魚肉練り製品を製造、販売している会社である。2007年8月現在、愛知県内各地に直営店があるほか、静岡県、岐阜県大垣市、三重県四日市市にも直営店がある。また、直営の飲食店が、愛知県豊橋市、豊川市、静岡県浜松市にある。 山崎チクワは愛知県、特に豊橋市の名物の一つで2004年度の愛知ブランドにも認定された。キャッチコピーは昔も今も変わらぬ、うまさ豊橋名産山佐のちくわ。様々な種類のちくわのほか,かまぼこやはんぺんなども製造している。名称が類似している企業に兵庫県姫路市に本所のある山佐かまぼこがある。 当社と同じく魚肉練り製品を製造販売している上に、社門も同じであるが、両社は全くの無関係である。千葉県に本社のある山佐醤油とも無関係である。豊橋名産山佐のちくわのテレビ CM は、東海地方において40年以上放映される CM として有名である。ただし、CM の最後に添えられる商品紹介の画像は、 幾度か手直しが行われている。内容は、徒歩で旅をしているヤジさん北さんが、飛んできた、山サのちくわの包みを見つけて追いかける。すると突然新幹線が現れ、駅に停車し、車内からヤジさん北さんが降りてくる。二人の目の前には再び山サのちくわの包みが現れ、二人が、それに飛びつく。それに、昔も今も変わらぬ、うまさ、これだ。 豊橋名産、山佐のちくわというナレーションが挿入されるというもの。常日の通り CM 本編は約10秒ほどしかないため、15秒から30秒の CM 時間を穴埋めするため、ちくわの商品カットの静止画で、贈り物に、ぜひどうぞなどのナレーションが流れ、約5秒から20秒を消化している。公式サイトでは CM 動画を公開しており、 懐かしい映像を見ることができる。かつては、この後に、贈り物には、豊橋名産、山佐のちくわというスポット CM が、セットで流れていた。CM に登場するヤジさん、北さんのイラスト看板は、名古屋駅や豊橋駅のほか、中部国際空港でも見られ、豊橋鉄道、東田本線の路面電車にはこれを、ラッピング広告にした車両もある。また、 CBC ラジオや東海ラジオでは、豊橋名産、山佐野ちくわとアナウンスするだけの約3秒のラジオ CM をスポット枠で放送している。ありがとうございます。